はい、日野広場へようこそ。日野とキスです。さあ、今回なんですけど、私のお気に入りデッキの中のトップ3には入るくらいのカードのうち、カードですね、こちらオールデリート、イエーイ。このカードはめちゃくちゃやっぱり強いです。僕大好きなんですよ。もうちょっとレート高いカードとか出たら入れたいぐらいなんですけど、まあ、今回はこのカードの、まあ、個人的にめちゃくちゃ好きな、まあ、ここら辺でマナブーストしていくっていうだけ、もう本当にマナを伸ばして伸ばして伸ばして伸ばしきってオールデリートを打つだけの最強デッキでございます。ターボデリート紹介していきたいと思います。それではレッツデュエル、それではお願いします。最初はグーじゃんけんぽい。先行ももらっておきます。感じさせるかな。よし、ターンエンド、ドロー、1マナ、はい、現状終わり、ターンもらいます、ドロー。なるほど、この決め状終わらない、最強カードですね、ターンエンド、決め状効果、ドローもらいます、通常ドロー、はい、チャージ、はい、岩田、はい、二の右、はい、3枚、やばいやばい、マガ抜けする、めちゃくちゃ順調なことされてる、終了、見とけって、まあ見とけって、最強カードだからよ、ターンエンド、アンタップ、決め状効果、はい、ドローもらいます、ドロー、通常ドロー、はい、チャージ、はい、サマナ、はい、ビッグフレア、はい、ハンド1枚切って、はい、クロシェット、はい、2点、2点ここですか。それでパリンパリンフック、しようしよう、あ、強っ、ブーストします、完食、はい、じゃあ2目目、まずくね、1、2、3、はい、待って、まずくね、めちゃくちゃまずくね、大丈夫ですか。9マナ、9マナですね、9マナですね、9、大丈夫ですか。ここ1点入れとかないと次の決めに行けないかもしれない。取れ、バリーン、ガーネル、あ、ミノミ、それはいいよ、それはいいよ。じゃあこれ次のターンの始めまで、え、これ、これはね、俺の次のターンの始めまで、了解、じゃあ終了時破壊、はい、でエクストターン、はい、こいつは殴れない、殴れません、決め状効果、はい、ドロー、通常ドロー、ドローもらいます、よし、はい、じゃあいいですか、そんな悠長なこと、吸い込む、はい、よいしょ、ゴーブランド、はい、カーネルバウンス、はい、終了、さあもらいます、ドロー、もう悠長して、悠長して、悠長しまくろうかな、チャージ、じゃあ5コスト、うん、うん、じゃあもうカーネル、ここで、はい、4コスト、はい、やりしょ、はい、ヒュッヒュッ、なるほど、これでターンエンド、トップ、はい、じゃあ決めんじゃこうか、はい、じゃあターンもらえ、ドローもらいます、ドロー、はい、通常ドロー、はぁ、引けなかった、これは勝ちましたね、引けなかった、最強、引けねえな、1マナ、決めんじゃ、はい、3マナで、はい、漫画、はい、1ある、はい、はい、あー、ドープ2体、クラッシュエット引けたらな、プレイヤー、はい、2枚切って2点いきたい、2点、どうしようかな、まあそれが仮にバルチュリスだったとしてもな、止まるな、受けましょう、はい、パリンパリン、なんだと貫通、いやー言うてたな、アタック時、はい、手札1枚切って、はい、ダイレクト、改造ミストで、はい、カッティングお願いします、はい、はい、じゃあこれで、はい、はい、しよう、まあブーストいらないけどしとこうかな、じゃあ終了じゃ、はい、はい、終わり、なるほど、いいんですか、いいんですか、あ、ないこと言うだろう、ターンをもらいます、ドロー、ええ、それでは5コスト、5コスト、1コスト、はい、11コストで手札から最強のカードをオールデリートします、バーン、近代化よ、ドキンダム X プレイヤーダイレクトアタック、取りまーす、ドカバシャーン、無理だったか、最強、いや
波動1枚引く、波動じゃねえや、フレア引けたらな。お願いします。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょい、先行。くそ、なんだろうな。終わり。はい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 、ジョーカーズですね。別に問題ないです。はい、タイエンド。ドロー、縦が強いからな今な。はい、やったレモン。はい、終わり。はい、ターンもらいます。ドロー。なるほどね。タイエンド、アタップ。はい、ドロー。はい、一番な。はい、やったレモン。はい、一番な。はい、オムジン。はい、アンブスト。はい、終わり。ターンもらいます。ドロー。なるほどね。いや、全然悪くない、全然悪くないよ、全然悪くない。ターンエンド、アタップ。はい、ドロー。チャージなし。はい、一番。はい、もみじ。はい、アンブスト。はい、終わり。ターンもらいます。ドロー。なるほどね。うん、まあ全然全然余裕よ。4コスト。はい、フェアリシャワー。はい、2枚。ヘッテッ、アルハンドで、ターンエンド。終了時、ジョルネード宣言。はい、バルゾン合計全部10。あー、10だ。アンス、すごい。ジョルネード。はい、ジェラ3回。はい、典型出んな、典型出んな、典型出んな。よし、最強か。なる、本当に音声認識じゃん。チャージ。はい、言うてきついな。やったらまん。はい、キガナ。はい、オムジン。はい、アンブスト。はい、ジョルネードが落ちた。1枚でやってるもん。はい、いいかな、終わり。お、ターンもらいます。ドロー。はい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 、なるほどね。まあまあまあ余裕ですよ、そんなの。では5コスト。はい、じゃあカーネル。カーネル、はい、フリジドレネード。ジョルネードが止まった。止めていく。ターンエンド、終了時、ジョルネード宣言。いいよ、ジョルネードと。2枚持ってるんですか、すごいですね。マシンガントーク。はい、とまあもみじんかな。はい、ここワンス。はい、よし、ジョルネードスリードじゃあ召喚。光効果、サンドロー。強すぎ、なんだそいつ。思います、バグじゃねえか。ドロー、すごい反応がちょっと。よし、それぐるぐるしたらそうなるだろう。一番な。はい、やったりまん。はい、三軽減。はい、よいしょ、ここな。はい、オラマッハ。わあ、オラマッハか。はい、まあだからスロットの回収。はい、まあここ2体バウンス宣言。はい、でやったりまんで1、2、3軽減。はい、合計じゃあ5軽減で。はい、今な。はい、ジェットガンドラゴン。はい、盤面が広くなってきたな。よし、大丈夫かな、受け切れるかな。オラマッハも立ってるし。よし、まあとりあえずは、はい、オラマッハからかな。アタックですか。オラマッハでカーネルアタック。はい、破壊されます。アンタップ。はい、1点。ここでオリオティスジャッジ、さようなら。マナは7。じゃあ効果クソ持ってるの。3で、ジョラゴン効果、スロットン切ったんで効果。はい、1、2、3枚、ガヤシン。ガヤシン効果、2ドロー。持ってんのかーい。ジョラゴン効果、2ドロー。ジョラゴン3回。はい、1、2、つながる。ガヤンダム1体目、つながりすぎな。スロットン切って2ドロー。はい、じゃあ2体目効果。はい、プロデューサー切って2ドロー。はい、スロット。はい、1、3枚。はい、そうなんです。はい、プロデューサー効果、はい、座長官1回。はい、マシンガントーク。はい、殴れる。ここでマシンガンか。うん、まあいっかな。ジャラゴンプレイヤー。はい、アンドロー。はい、じゃあウォッシュでいくぞ。はい、座長官1回。はい、典型。はい、3本引いても良い。足で2点。2点。はい、イージスウーストとセントリバース。はい、はい、イージスウーストとセントリバース。セントリバースが通します。セントリバースが通される。はい、じゃあ山上からシールド。おお、テックだ。はい、でバウンス、あー、マナ回収なし。イージスウースト効果。はい、
そうなんですよ、プレイヤー行くとき、はい、ジョーカーズチェンジはしなくて大丈夫です。なくて大丈夫、はい、じゃあここダブルメーカーだっけ、ダブルここ2点、はい、パリンパリン、テックダウン。じゃあ俺も箱か、はい、テックダウンがスロットに切ります。ジャラゴン、はい、1、2、3枚、はい、ドットガン、ジャラゴン、はい。さてんで、じゃあまあ典型で1点いきたい。こいつはジョーカーじゃないからブロックできるよ。おう、先ほどロックしておきます。はい、じゃあ戻った、はい。じゃあガンマスターでプレイでいくとき、はい、頂点フィーバー、はい、じゃあ1枚切ります。はい、じゃあこいつ破壊、はい、こちらが2体いるんで、ジャージョーカー2回、はい、1、2、はい、マシンガントーク、はい、そうなんですよ、ワントップ、はい、1点、一生攻撃が終わらない、死を行います。はい、止めるんですか。いいでしょう。よし、承諾いただきました。じゃあそうなんです、アタックチン、はい、ジョーカーチェンジ、はい、ポクチンチンでいいかな。なるほど、効果は自分で、はい、はい、さあこっちのハンターがつけるまで耐えれるかな。デルタアタックサイドミスト、はい、いやーきついでしょう。殴れるのは前列だね。オラマッハが殴れない、止めきれるか。オラマッハもう殴れ、あ、オラマッハサイズミス殴れるか。そうだね、はい、はい、じゃあここで、はい、パリン、塩、いいでしょう。いいんですか。はい、あ、帰ってきたら勝っちゃいますよ。じゃあ一応サイズミスアタック、はい、破壊されます。頑張ります、アデルタアタック取ります。負けちゃった、やっぱり強いな。はい、それでは今回の対戦動画いかがだったでしょうか。私のお気に入りデッキ、オールデリートを使用したターボデリートでございます。受け強いね。受けがめちゃくちゃ多い、まあ、何出ても受けをね、カーネルでも止まるし、さらにシールド増やせるし、サイズをミストも4枚採用されてる。トリガー29枚だねこれ。最強デッキかもしれない。まあ、師匠の紋章、あ、師匠の遺跡とかフィアリーシャワーから、まあ、入るから4ターン指導ではあるんですけど、大体こうトリガーをケアしない、まあ、今あの波動とか赤タンブランドとか、まあ、最近だと、ループしないタイプのジョラゴンとか、まあ、そういうジョーカーズ系列にも強く出れる、そうだね、デッキタイプですね、デッキタイプでございます。で、一応キンダーミラーにもかなり勝率高くて、大体6割7割くらい取れる理由として、テック弾4枚とオリウツ写真は4枚されてるんで、10コストで実質オールデリートで勝ちみたいなところがあるんですよ。まあそういうところもあるんで、かなり、まあ、強いデッキであります。まあ、ただ短期ラフルルとかちょっとされたりとかの動きを妨害できないっていうデメリットもあります。そうだね、今流行ってるしね。今流行ってるからね、シート3つ入れとかちょっと止められないかもしれないですね。で、まあ、強いてここから強さを上げるとしたら、テック弾の破壊後をプロモーションカードにするとか、あとは師匠の遺跡がプロモーションカードとして出てもらえるか、まあ、これはタカラトミーさんにお願いしましょう。そうだね、はい、というところでございます。はい、ではそれでは今回の動画いかがだったでしょうか。また次の機会もデッキ紹介していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。